お願いいたします。新宿駅ご利用の皆さん、こんにちは。雨の選挙戦最終日を迎えました。この雨の中、今回の選挙、まだ投票先決めてない、迷ってる、そんな皆さん、どうか幸福実現党、幸福実現党という政党があるということ、この幸福実現党、清潔で勇断できる政治を実現したい、自分の国を自分で守る当たり前の国にしたい、そして消費税増税するんでもなく、凍結して他の税金かけるのでもなく、減税からこの日本景気回復させよう、そう言っている政党であります。どうか皆さんの大切な意思をお託しいただきたいと思います。今の自公政権、このまんまで日本本当に守れるんでしょうか。自公政権、私たちはもうね、2009年から立党した時から、北朝鮮のミサイルは危ない、そして北朝鮮のミサイルだけではなくて、中国のこの軍事的な侵略、覇権主義的な政策、中国、日本よりも防衛費、軍事費4倍です。20兆円以上とも言われるその軍事費で日本を狙っている国がある。この中国に対してちゃんと踏み込んでいるのは、実は政権与党ではなくて幸福実現党であります。党大会、共産党の党大会を見て怖いな習近平と思った皆さん、自公政権ではこれ、日本を守ることはできません。どうか幸福実現党、幸福実現党に皆さん、このアジアの平和守らせていただきたいと思います。この幸福実現党、正しい歴史認識、歴史戦においても、海外で党主席、アメリカにも行きました、スイスのジュネーブにも何度も行きました。この歴史戦戦ってきたのも幸福実現党です。自公政権では守れない、日本の歴史も伝わらない。どうかちゃんとこの日本、避難先も作る、経歴もシステムは日本全土ちゃんと覆うように、防衛力も増やし、防衛予算も増やし、自衛隊の方の手足縛るこの憲法9条改正する、いざという時はこれ適用除外にしたって、政治の判断で日本国民を守り抜く、これを言ってるのは幸福実現党ただ一つであります。どうか皆さん、幸福と2枚目の投票用紙、ご家族様も合わせて投票いただきたいと思います。そして今この日本、政治の嘘、財務省の嘘、マスコミの嘘に、もう私たちの誤解路やられてしまっています。でもここで新宿にいらっしゃる皆さんにお伝えをしたい。この日本、税金を、消費税を高くしたら税収が増える、これ大嘘です。消費税収下がります。消費税導入してから、税率が増えていってから、日本の税収下がってるんです。どうか若い皆さんもこの真実知っていただきたい。そしてこの日本、じゃあどうやったら景気回復させられるのか、その答えがありがとうはありがとう。どうか投票お願いしますね。18歳、19歳、初めての皆さんの衆院選の投票、どうか幸福実現党に託していただきたいと思います。小池さんや共産党、内部留保に課税すると言います。でもこれ、私たちの家に置き換えたら、貯金していたそのお金に税金かけるって言われてるのと同じことです。こんなことまかり通っていいんでしょうか。どうか皆さん、この税金安くしていく、小さな政府にする、追いかけ問題というのも、結局根っこは許認可行政、政府の権力がどんどん大きくなっていく中で民間の力が失われている、ここ減税によって変えていきたいんです。たくさんの法律で
私たちを縛る、もう外の受動喫煙防止条例、そんなのを作って小池さん自慢してます。でも小さな法律で私たちを縛るんではなくて、私たちに経済の自由を取り戻したいんです。どうか皆さん、学問にも自由を、経済にも自由を、私たちに買い物する喜び、選ぶ喜び、その私たち一人一人の喜びの先に、この日本の経済成長があります。福祉を必要とされる方ほど、実はこの消費税の増税、本当に苦しい。この減税こそ、どのご家庭も全国どこからどこまでも福祉がもたらされるのが、実は幸福実現法です。ご機嫌取りの政治なんてもういりません。嘘だらけの政治ももういらない。若い皆さん、ありがとう。どうか幸福実現党に託していただきたいと思います。ごまかしの政治ももういりません。筋を通してると言われている、その立憲の枝野さん、どうですか。もともと小池さんのところと一緒にやるって全会一致で決めたんじゃないですか。その全会一致の中に枝野さんだっていたんです。排除されるって分かって、そして逃げて新しい政党を作った。その中身、もともと消費税上げるって三党合意で決めてた民主党の方々です。こんな大事な大事な税制、この政策を自分たちが選挙に勝つか負けるか、こんなことでコロコロ変えるような政治、嘘や打算だらけの政治、もう終わりにしていこうではありませんか。どうか幸福実現党に皆さんのお力をお与えください。党首釈良子、幸福実現党の候補者、この新宿では原口美希出ております。どうか皆さんの一票よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。